それでは回答解説の方に参りましょう。はい、答えも書いてしまいました。アゲインストが正解ですね。はい、アイマーゲインスト、ヒズプロポーザル、これに反対、私とこの感じですね。はい、反対しているという意味で、私は彼の提案に反対しているという意味になります。部長、シーリング、アゲインストザウォールド、壁に対して、壁に寄りかかって寄りかかってみたいな感じですね。はい、寄りかかったという意味になるということですね。はい、まあこんな感じで、まあね、反対って意味が出てくる。まあこっちがそもそも最初だったんではないかと思いますがね。はい、でまあ反対するという意味になるということです。はい、よろしいでしょうか。はい、以上が前半でした。はい、それでは次回までの宿題クイズを出しましょう。はい、1問だけです。はい、この中に、前置詞を入れてくださいという問題にしましょう。伊達 is famous、あ、テニスプレイヤー、こう書いてあるんですね。伊達はテニス選手として有名であるという意味の英文を作りたいということで、なんとかとしてという意味になる前置詞を入れてくださいという問題にしましょう。はい、まあこんな感じでこれがラストを、締めくくるね、前置詞の長い長い前置詞の、文法授業の最後を締めくくる前置詞です。はい、これ1個ポコンと入れてくれれば OK です。はい、一体何でしょうか、わかりますでしょうか。はい、今から、メッセンジャーやってる方はこれの答えをお願いします。はい、ね、他の方もちゃんと、答えをね自分で決めて、それから、来週とか次回のねビデオを楽しみにしていただければなというふうに思います。よろしいでしょうか。